ドリームボイスブック好きって言って生徒会長、収録の方が終わりました。杉田と申しますよ。あ、知ってる。いやほら、この CD から聞く人いるかもしれないじゃないの。え、どういうこと。いや、そういうこと。さてですね、購入者特典フリートークなるものがついてるんで、はい、喋ります。喋んないと向こうで安倍さんがなんかすごい燃えるなんかを持って待ってるからね。それ投げないでくださいよ。絶対に投げるなよ。お願いしますよ。あっちあっち、何すんだおい。あ、すいません。はい、学生時代の冬休み、またお正月の思い出深いエピソードがあれば教えてください。はいはい。あのね、なんだろうな、冬休みっていうのは意外に短いんです。はい。でお正月になんか浮かれているとあっという間に新学期が来た記憶があるんでね、これは油断ならない。でこれが社会人になってもね、これさらにもっとお休みが短くなるんですわ、これが。はい、中にはね、12月31日にカウントダウンライブとかやる方になったら、一体いつ休んでんだよってことになるんです。まあ逆に仕事をしながらそれがなんかこう休暇にもつながってんのかなって考えると、案外効率はいいのかもしれないですけど、僕には無理です。はい。さて、このドリームボイスブックでございますけども、はい、なんだろうね、アフレコ体験といいますかね、その光景はですね、あまり人に見られたくないなっていうのは正直なところだろう。今そう思った。そうだよね。だってそうでしょ。おい、マサオ、夕飯ができたわよ。マサオってなってね。え、聞いてんの男ってね。いやいや、性別の指定はしていないから大丈夫です。だって女性キャラが可愛いから大丈夫だってね。髪の毛にキスするってそんなバカな。だってこのまま行った。あ、ちょっと今なんか編集音が入りましたね。申し訳ございませんでした。それではどうも、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。